こんにちは。今回は平面図形の面積に関する問題です。問題の内容を確認しておきますね。図は面積が120平方センチメートルの正六角形であり、ABC、ここですね。これは各辺、この正六角形の辺の真ん中の点です。この時、斜線部分。この図ではこの部分ですね。この部分の面積は何平方センチメートルですか。こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解くしたらその時点で動画を止めて考えてみてください。さあ、それでいきます。正六角形の分割問題なんですけれども、最近入試問題で正六角形出てくると、かなりややこしい問題ですね。そういうものは見受けられますけれども、これに関してはかなり単純です。正六角形の分割の一つのパターン、知ってればすぐに出てきます。どういうふうな分割かって言いますと、こういうふうに正六角形があったとします。これも6分割ですね。6分割に関しては中心と結んで、正三角形6つ作るっていうのもありますけれども、今回は、こういう6分割を考えます。30度、30度、120度の二等辺三角形ですね。これが6つ作ることができます。これ1つが正六角形の面積の6分の1。こういう風に分かりますから、この点ですね。これ、ここの真ん中の点です。っていうことは、こことここ結びます。そうすると、ここにできる三角形ですね。これと一緒です。正六角形の6分の1だから、これ20ですね。さらに、こことここの長さが等しいから、ここの部分、20平方センチの半分で、10平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。あと、この部分です。こういった部分考えるのに、ここが中点でなければ、ここ伸ばして、ここ伸ばして、ここでできる正三角形ですね。これと面積を比べるっていう方法もあります。他にもこの正六角形自体を細かく区切って、こういう感じですね。こう区切って小さい正三角形いくつ分か、こういう風に考える方法もありますけれども、今せっかくこの面積10平方センチ、こういう風に分かっていますね。この面積と比べてみましょう。ここの長さとここの長さ。これ一緒ですね。10平方センチこの中に作ってあげると、こういう感じになります。ここ10平方センチメートルですね。じゃあこれいくらか。ここからここまでまっすぐ線引いてあげます。こういう風に線を引くと、この線の長さですね。これさっき言ってた正六角形の6分割の基本的な形ですね。ちょっと変えてみますね。この形を思い出してもらって、ここからここまでの長さっていうのは、それぞれの正三角形。これの一辺の長さの2つ分ですね。こことここの長さの比、2対1になっています。こことも比べたいんで、ここの長さ4。そうするとここが2。ここの長さっていうのはちょうどその半分の長さになってて3です。っていうことは、この三角形とこの三角形の面積、こことここ平行になってるんで、これとこれ、高さの等しい三角形です。底辺の長さの比が面積の比になるから、ここ10だとしたら、ここの面積ですね。15。こういう風にわかります。っていうことは、全体120から、ここの10とここの25ですね。合わせて35を引いて、85平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。